海両王は、金の、第四代皇帝。女神名は、進むい西への、官名はすけ。金の大祖、悪田の所長氏である、両王、厚本の次男。殺害の後に敗位され、海両軍王に落とされたことから、海両王,王とふみ称される。聖母は、厚本の側室で、牧海王家末への王騎士。聖祭は、女神貴族の途端者なりの娘。 喪失の子であるゆえをもって、天権三年には、報告上将軍となり、最前線で南宋と当たっている、叔父の両王、惑節の軍に派遣されて、軍職を務めた。高等四年には、中京留守となって、前線を離れ、その後、少所佐城、平将政治、右上将など最小格の重職を歴任した。堂々たる要望であり、文官としても、武将としても優れた才能を発揮し、 一方で、大いなる野心を抱いた。高等9年、皇帝であったいとこの広州が、斜視や粛清などの暴政を繰り返して、人望を失っているのを見て、自破の重心だと測って、広州を殺害し、自ら皇帝に即位した。即位後、腹心に、金の君主となる、そう打ってその皇帝を、自分の膝元にひざまずかせる、天下一の美女をめとるという三つの夢を打ち明けている。 金の建国後に生まれた海両王は、若い頃から、漢文化に親しんで優れた教養を持ち、即位後は、漢文化の奨励を行った。その一方で、猜疑心が強く残忍な性格で、天徳四年には、皇帝の独裁権を強化するために、左上昇拳中書令のアロトカラスタイラ王子、大僧の子孫七十四人と、俗父の新王、年没かつの子孫五十四人など、 金の喪失系の将来一族の実力者と目障りな元君の子孫たちを次々とまとめて粛清した。さらに彼らの祭唱を奪取して高級に入れた。また、中書省と文科省を廃止、小書省のみを皇帝に直属させ、国土を海嶺から遠京に移した。その上に斜視に走って国民に重税を強いるなど、防政の度合いを深め、多くの者が海み、量を増をし始めた。 正隆六年五月、海両王は、将来の災いを避けるため、両の天素帝の松江のヤリ氏と、金の古地の古国城で成居した、北宋の金宋の松江の長子ら百三十四人の若者たちを殺害し、ヤリ氏と長子の若い女性を高級に入れた。八月、海両王は、より豊かな文化と物資を手に入れるために、南宋討伐を企て、天の使いが夢枕に立ち、 そうを正当する命を下したと宣伝して、開封を修復した。そして、船に不慣れな北方民族としては、前代未聞の企てとして、海から南宗を攻撃するために、軍船の建造を行い、毛安と防国に属する20歳から50歳までの男子に動員令を出すなどの準備を行った。この行為を聞いた着母の交代号と男子は、海両王に還元したが、海両王は、 皇太号が南宋討伐に乗じて自身の配列を企んでいると疑い、年老いた着母を殺害した上その遺体を焼き払い、遺界を近くの川に投げ捨てた。さらに、とタン大号の甥いである、トタン奴、とタンアリまでも中殺している。そして9月、海両王は周囲の反対を押し切り、60万と合する大軍を自ら率いて南宋に遠征した。 これに対し南宋は、四川の暮れ、揚州の龍下なエラを中心に迎撃体制を整えていた。国境の各地を越えた金軍は10月に揚州を陥落させるが、西隣にある和州の採石磯で、南宋の名将熊こと分の頑強な抵抗にあい、長江を渡れずに苦戦した。また、金軍の大半が吉丹人で編成されていたために、軍の統率がうまくいかなかった上、 ルス中の本国においては、海、両王の反対派が、重廷にあたる、クズオガラス録を擁立したため、海両王は、身体極まることとなり、南西中の陣中である洋州の亀山寺において、部下で、両の相続系の喫丹貴族である、節制同平場と統制、ワンヤン元義の軍隊によって殺害された。去年40、死後、皇帝の資格なしとして、 清掃により改良軍王に落とされ、さらには王の資格もないということになり、王族の席を外されて諸人に落とされた。背景改良諸人と、禁止には記されている。海両王は、天下一の美女をめとると豪語した通り、数多くの女性を高級に集めた。禁止巻63列伝第一皇妃場によれば、皇帝に即位する前は3人程度だった最初が、 後年には数えきれないほどの数に上った。また、海両王はしばしば進化の妻を奪い、近親相関を恐れず、幼女を強姦した。姉妹や母子を揃って高級に入れることもあり、己の意に従わない女性は、殺すことをためらわなかった。宮中の床に布を敷き詰めて、あらゆるところで救助と、乱行した。進化や、相続の妻であって、海。 両王の高級に入れられたのは、名前が記載されているもののみでも、騎士、東括手唄、霊碑、東括石唄、商品カバノサツ氏、商品草、商品名、ヤリツ氏、ヤリツ拓徳物草、密告夫人ワンヤン氏、商品名ヤリツサ八、ことぶき安しあがた主ワンヤン十フル、政略あがた主ワンヤンカバノラツ、ワンヤン終年、ワンヤン四十と目地、近藤軍君ワンヤンサリコシン、 ワンヤンヨと、ナ、ラツコツ、トーカツカバノロコタダ、と十数名もいる。救助のうちで外に、夫がある者は、別れさせようとした。また、皇族のワンヤンガラスロックの妻であった、カラスバヤシ、当主を奪おうとして、彼女を自殺に追いやっている。またしばしば処女を犯し、元日を騎士に手助けをさせた。金氏巻き後本義大後、海漁によれば、命である。 幼いカバノサツギサツが宮中でマリに強じているのを見て、これに欲情し強感した。ついで、彼女を高級に入れようとしたが、交代号に反対されたため、ギサツを殺害している。同じ組名であるカバノサツササッシの突撃先に出かけて、関係を強要し、ついにこれを高級に入れた。また、次女のワンヤゲ説が美女であったので、彼女も自らの側室とした。 姉妹を二人とも犯すことは、しばしばあった。統括定歌と、統括、石歌、矢律宅徳物草と十飛矢律いよいよ六、元日翁騎士と大浦即腕、ワンヤンサリコシンとワンヤンヨとなどである。すでに貸していた、大浦即腕は、姉に会うため宮中を訪れた際に、海両王に襲われており、彼女は二度と姉に会おうとしなかった。十飛矢律いよいよ六は、 海両王に命じられた姉であるヤリツタクトクモノグサを欺いて呼び出した。小京の妻であったヤリツタクトクモノグサは海両王に交換された。一方、小雲処女であったヤリツいよいよロックが里帰りした際に彼女と関係を持ったことがあり、後にヤリツいよいよロックが秘書女となったことを知った海両王は小京を殺害した。ヤリツいよいよロックの母、長子も 緑国おじん、おばの少子も乱領軍君として、海、両王の高級に入れられている。ワンヤンサリコシンは、夫の元からさらわれて、海両王から深く寵愛されていたが、海両王は、サリコシンの妹であるワンヤンヨとも犯した。ヨともすでに夫のある身であり、サリコシンは、どうして私だけでなく妹まで手にかけるのですか。と、海、両王を責めた。海両王は、ヨトは、 容姿はそなたに及ばないが、肌の色がとても白かったので可愛がってやったのだと答えた。商品カバの殺ツと、高来屋型主ワンヤンエ説は母子であり、ワンヤンエ説が海、両王の側室とされると二人の関係は悪化した。また、衆議公子は、ただし里の妻だったが、母であるワンヤン氏と共に、海、両王の高級に入れられた。公子の家のすべての女性が海、両王に奉仕する。 ありさまだったという。救助とされたヘキモノグサは外に夫があったが、海ロは健君に封じて、これを犯そうとした。だが、ヘキモノグサがすでに妊娠していたのをいとい、邪香水を飲ませ、自ら腹を揉むことで、流産させようとした。ヘキモノグサは、胎児の命を守ろうとし、乳房は、もちろんのことから打球すべてを使ってご奉仕しますから、だから許してください。 願したが海両王は聞き入れずついにに彼女を流産させてことに及んだ以上、金氏の情絶の巻によるが、海両王が定位を廃されたため、悪行が誇張して書かれている可能性には留意しなければならない。こうした海両王のすさんだ、高級生活は、後世の文学の題材となり、民末の交互小説集。 西洋高原の一辺に取り上げられている。ありがとうございます。